花泉遺跡は、岩手県一之関市花泉町金森に所在する、後期旧石器時代の遺跡で、金森遺跡とも言う。花泉遺跡は、金流川南岸の断球場に位置し、厚さ2.5メートルほどの粘土、泥炭、砂層からなる化石床から、野牛、オーロックス、野牛の一種花泉毛流し、ヘラジカ、大角ジカ、夏目ジカ、 ナウマンゾウなどの化石骨が多量に出土している。これらの動物群はマンモス動物群が一時的な氷の橋を渡って北海道に入り本州へ南下してきたものと考えられている。この遺跡からは他に日本ジカイノシシ、アナグマ、ノウサギなどの中小型の哺乳動物も発見されている。これらの重骨に混じって少量ながら 野牛のあばら骨の先端部に研磨を施した骨製戦闘機が発見されている。また植物化石も多量に出土している。放射性炭素年代測定法により3.5から1.6万年前と測定されている。約2万年前の自然環境を具体的に復元できる遺跡として有名である。この遺跡は旧石器時代人が狩猟した大型の哺乳動物を 解体した場、いわゆるキルサイトであったと考えられている。そして、大型の哺乳動物は、季節によって大きく移動を繰り返すことから、旧石器人も定住することなく、居住地を点々と移動させながら、生活を送っていたのではないだろうか。そのことは、旧石器時代の遺跡が列島内で5000カ所以上、発見されているにかかわらず、縦穴住居の痕跡を残している遺跡が、 ほとんど発見されていないことからも想像できる。そのことから、旧石器時代の人々は、列島での大型の哺乳動物が絶滅する、更新待つまで獲物を追って、キャンプ地を点々と移動する生活を繰り返していたと、想定できる。ありがとうございます。